めっちゃいい音にする。アンジェリーブのエンジェルブームイエーイなー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 イエーイ4人です。4人です。4人です。ヨンジェリーブはい、アークジェルのジェルワックス。今週はアンジェリーブ4人でお送りします。今日はね、ユニットコースでみんなお仕事してるからね。2人いないので4人です。BBQ だってね。ね、楽しそう。ということで自己紹介していきたいと思います。自己紹介では毎回テーマを出していっています。今日の自己紹介のテーマは、あの夏のメロディーのリリースイベント全て終了した今、ファンの人に伝えたいことを伝えましょう。ということで、じゃあみずぴょんからお願いします。2ヶ月間ありがとうございました。みずぴょんこと斉藤みずきです。本当に一言ね、一言本当に一言だ。びっくりしちゃった。こちら、はい、この夏美です。本当にありがとうございました。もうちょっと考えてみんなはい、アリエルこと吉橋ありさです。夏の曲を出したので、夏はアンジュレと最高の夏にしような。よろしくお願いします。イエーイ。はい、岩本こと水野岩です。リリーベー駆け抜けてくれて、やっとふーってなったところかと思うんですけれども私たちはまだまだ止まらないので、これからもついてきてねー。頑張れー。イエーイ。イエーイ。はい、ということで、はい、さっきも言いましたが今日は4人です。はい。でね、前回はヒーリングカップルを行ったけど、うん、覚えてる？覚えてる。なんかさ、リンゴが一番フィーリングになる人多かったんだっけ、確か。なんか騒いでたよね、一人で。ね、なんか全然ちょっとみたいな。待って、でも意外と多かったんだよね。楽しかったね。でもあれ、なんかメンバーことをどういう風に客観的に見てるのか、すごい分かったね。面白かった ね。ということで、今日はワールドカップが夜あるんですけど、その前までの配信なので、ちょっとまだ見れるので、最後までぜひ見てってください。お願いします。はい、ということでショールームの説明をお願いします。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりしながら、アンジュレーブと一緒にパソコンやスマートフォンの前で、よん、あれ何で番組を作る。あれあのね、全部暗記したと思ったら最後の最後の一文だけ今飛んじゃった。ポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に来ますので、じゃんじゃんアピールしてください。はい、ということで現在のランキングを確認しましょう。でデンデン、でデンデン。3位、ユイチ。ユイチ、ユイチ、ユイチ、ユイチだよ。あー、2位、イノッチだ。イノッチ、イノッチ、そう、天ヶ崎来てくれ。で、1位、ヒロケ。ありがとう。あれ、待って、変わっちゃった。今変わったって、こっちかなんだ。こっちだね、ほんと。3位、3位、イノッチ。2位、キャンディ。このかわいい、これ超かわいいね。1位、ひらけ。いろんなお顔があるね。なんかウツボだっけ、なんだっけこれ。チンアナゴじゃなくて。あ、そうかわいいよね、それ。かわいい。ありがとう。ありがとう。上位3名の方には後ほど撮影するサイン入りチェキをプレゼントします。はい、はい、会員登録がまだの皆さんは会員登録して番組に参加してください。あう。そしてツイッターやってる魚のあなた、ツイッターのマークをクリックしてどんどん拡散してください。はい、ということでここでこの1ヶ月のアンジュレを振り返っていきます。いいよ。まずね、6月13日にあの夏のメロディーが発売になりました。はい、そして嬉しいことにオリコンウィークリー7位を獲得しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラッキーだね。嬉しいね。ね、本当に無事にね、発売できて、ゴンちゃんの誕生日の日に。そうですよ、発売したんだよね。嬉しいことが2度起きた感じ。ねえ、ね、すごかったね。すごいね、当日にさ出るっていう感覚は分からないんだけど、どうだった、なんか自分の誕生日で。確かに確かに。いや、あの普通かなって思ってたの、でもなんかさ、当日さ、なんかぬいぐるみ、着ぐるみ来たやん。そう、サプライズで着ぐるみがお祝いシーンだ。ね、だから思ったよりなんか、あの、なんていうの、合成じゃなくて、結構盛り上がって、くす玉も出てきたしさ、ケーキも出てきたし、変な着ぐるみも出てきたし、ね、変じゃないよ。変じゃないよ。でもさ、あの着ぐるみさん帰るタイミング分かんなくなっちゃってさ、最後一緒に写真も撮って、いつ帰るんだろうみたいになっちゃってたよね。確かに嬉しかったです。ね、楽しかったね、すごい。しかもなんか、その誕生日当日すごいみんなさ、白のサイリウムって、あ、そうそうそう、ね、なんか白みたいです、アンジュレカラーが。あ、そうなんだ。お花も白だったね。あと、うちらも楽屋行ってすぐさ、サプライズでさ、そう
ゴンちゃんにお祝いしてね、楽屋に行った瞬間にプレゼント、結局使えた、あれ何あげたか分かんないじゃない、まず聞いてください、あの、うん、コナンっていう可愛いマンチカン買ってるんですけど、うん、その自動餌やり機をみんなにすごいいい機会でね、うん、もうすごいもらったんですけど、なんか説明書が中国語で、でなんかあ中国語かと思って頑張ってボタンで操作するやん、うん、そしたらなんか英語で喋り出して、え喋るのすごくない、はい、ナイスミーチュー、はい、ナイスミーチューだったら分かるけどさ、うん、なんか喋ってるよ、まだ疲れてない、そうなんじゃ、そうなんだ、だから動画撮りながら配信しながらこれなんて言ってるかってファンの方とやるしかないかなって、そうだね、あやってみなよ、そうやって、確かに英語と中国語強い人に助けてもらって、せっかくだから使ってほしいもん、うん、あの次関ヶ原が決まってるから遠征で、それまでには絶対やらなきゃって、うんうんね、カメラもついてるからさ見れるんだもんね、とりあえずだってうちらもゴンちゃんとさ長く一緒にいたいんだよ、わかる？そうだよ。じゃあこの後さ、急になんか重たいです。例えばさ、この後みんなでご飯行こうよとかなるとするじゃん。うん、ゴンちゃんがさ、いやコナンがってなるの分かってるからさ、うん、なんかしょうがないんだけどちょっと寂しいじゃん。うん、なんか最初の頃コナンがめっちゃ子猫の時あったの、最初の頃、ね。最近はね、もうちょっと前よりはね、一緒に過ごしてる、ね。確かに。頑張ります。頑張ってください。頑張ってね。誰か助けてあげてね。ね、もう英語得意な方と中国語得意な方。うん、ぜひアドバイスください、はい、お願いします、 そしてリリースイベントも回ってきましたね、うん、いっぱい、はい、終わっちゃったね、終わってね、ね、発売週は大阪行ったり、うん、兵庫、兵庫か、兵庫行ったりしたけど、うん、一番思い出に残ってるリリースイベント何ですか、思い出残ってる、兵庫、兵庫、うん、だって、そうだよね、弟が来て、ねえ、そうだ、ねえ、そっくりだった、みんなに爆笑されたやばい、違うんだ、おうん、まんまだよね、うん、そっくりスーピョンの男は男で、でもちょっと人見知りで、うん、そうそうそう、可愛かった、人見知りだけど、でもちょっと答えてたよね、みんなになんか、うん、答えてた、一生懸命、うん、めっちゃ出てたよね、でも、うん、そうなの、黙っちゃって、そうなの、ボソボソ喋るのでもちゃんとライブ見ててたし、うん、しかもその後に推しメン誰って聞いたら、うん、この人って指したのがリカさんだった、この人、あとなんかテレビでも結構なんかランキングが出るじゃん、音楽番組で、うんうん、でなんか3日前ぐらいにアンジェル出てたよって、出てるみたい、嬉しい、そうなんだ、嬉しいね、チェックしてくれてるの、うん、見たい、いいじゃん、何気にファンです、はい、見てるかもね、見てるかも、あとアドピョンス見てない、見てない、はい、イヤモンはどこ印象の、でもね、やっぱりね、あの噴水広場単独やったのがやっぱ思い出強くて、なんか対バンっていうか何人かいるグループがいる中で出たことあったけど、うん、もうあの噴水広場独り占めじゃん、独り占めしたりね、そう、アンジュレ占めできて、なんかそれがすごい嬉しかった、うん、でなんかアンジュレ占めなんか知らないけど、その日すごい外国の方がいっぱいいらっしゃって、うん、なんか上の階の方覗いたら外人の方が楽しそうに踊ってて、なんか嬉しかった、来た来た、ね、席取りに来た、うん、でも3位はね、キセキちゃんなんだけど、キセキちゃんがあの私じゃなくてミズピョンなのに間違えてますって言ってそうなんだみたいな、顔の見分けついてないんだよみんな同じに見えるよでも受ける、初めて見た人もなんかすごい楽しそうにしてくれたりしたのが嬉しかった、ね、すごい盛り上がってたね、嬉しい、ね、あとはなんだろうね、あとあれか、教会広場、うん、やったね、すごい綺麗でね、うん、曲がぴったりって感じだった、アンジュレの曲が、リカさんがめっちゃ喜んでた、喜んでたね、そうだね、大好きって言った、うん、綺麗だった、単独は2年ぶりとかって、そうだね、そうちゃんと、前回はあれだもんね、ネージュのリリーベのゲストで出たから、うん、そうだね、されててよかったね、アンジュレで、リガマンの不思議な空気好きって不思議かい、ありがとう、不思議だよね、ちょっと感性が、うん、不思議なの、うん、面白い、変だよ、だって自分で作った T シャツがなんか小麦粉食べるイヤーモンじゃん、めっちゃバイヤーモンすごいね、それ、そうめっちゃシュールでしょ、でも愛持ってるそう、なんかさ、さっきから今日みんなさ、生誕 T なんだよ、あ、そうそう、あ、そうそう、今日みんな生誕 T みたいな、私服っぽい、かわいい、これなんかさ、そっちの二人はなんか私服でまあ馴染んでる感じだけどさ、いや違うグループ名書いてある T シャツ、え、でもどっちかっていうとここじゃないもん、え、ここって一人しかいない、ここで気がしない、なんかなんでこっちでいいじゃん、だってあるのも着れる気がする、原宿系女子、でも今ちょっとなんか違うグループ名書いてある、アイオットメって書いてある、ラブリーパンダだ、ラブリーパンダ3年前ぐらいのやつそんなにこの色が一番好きなの、でも着やすそう、それ、の
これ外じゃ着れないやつ一番最近が青だっけ青か黒、白、青って着ててちょっと来年どうなるかなみたいな、ね、ゴールドとかだよ、ね、ゴールドって黄土色じゃんほらやっぱ変だよ、ね、キラキラがやだやだだってこの T シャツの生地で作ったから普通に黄土色だよね、スパンコールとかつけたやばいよ、どんだけですよピンクとかいいんじゃないピンク可愛いねピンクいいじゃんピンクか水色がいいな、ね、そして、うん、はい、明日はなんと、はい、日本テレビ系列、うん、バズリズムの、うん、放送日でございますやったついについに待ち遠しかったいやスタジオ収録しましたねお、はい、来てくれてるのんちゃんありがとう、ありがとう明日です、うん、いや本当に緊張したねいやもうなんか前の、うん、もう前のことのように感じた結構ね立っちゃったのもね大事なのはこれだよねハッシュタグそうそれそれそれこれがねすっごい大事なのめっちゃ大事でバズリズム今見てる方に全員やってほしいリアルタイムで見てツイートしてほしいんですけど、うん、これでまた出られるかどうかとかもなんか、うん、今後の私たちの人生がもらえ方が見てらっしゃるからね、うん、本当にいっぱいいっぱいハッシュタグバズリズムハッシュタグアンジュレでね、はい、お願いします。します。ぜひぜひ明日です。明日見てください。明日。ということで今後の活動は番組のエンディングでお知らせします。はい、では今日のコーナーに行ってみましょう。天使の甘やかし企画。やったー。やったー。やったー。イエーイ。今日はリリースイベントも終わりちょっとお疲れ気味、うん、かもしれないアンジュレのために甘やかしまくりの企画をお送りしたいと思います。甘やかしてやったー。さまざまな美味しいものの売り上げランキングを試食しながら当てていきたいと思います。ありがとうございます。本当にありがとうございます。この企画はなんとゴンちゃんがねやりたいって言ってたもぐもぐ企画、はい、ツイッターで言ってたよね。そうツイッターでなんかその、まあ、自分の専用の食べる番組を持ちたいみたいなことをツイートしたら、うんうんうんその番組の方が見てくださってて、うんうん、今日そのなんていうんですかやらせてもらえる、うん、やらせてもらえる、うん、やったーかかったね。しかも今日は4人だからね。やったいやもう2人もうねみんなの分まで食べようね。いっぱい食べようがいっぱいやばいよ。ちょっと分けるさ4人分ぐらい食べる大丈夫ってことでテーマは後ろのホワイトボードにありますのでここから選んでいきましょう。あ、これ回転したら出てくる。回転して。はい。こうやってやるの？ね。じゃ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 ん。お！とある有名スーパー売上ランキング予想。カットフルーツ、アイス、お菓子、B？ BOQ？ BOQ ってなんだろう？あの。なんとか Q。あ、B なんとか Q のミニチーズ、おつまみ缶詰、炭酸水。ふにゃふにゃやの高級豆腐。え、豆腐がいい。何からいく？ほらなんかよくさ、ほら前菜とかちゃんと順番があるじゃん。ほら豆腐でしょ、だったら豆腐からかな。そうだね。あ、缶詰ね。え、でもさ、甘いもの食べた後にさ、しょっぱいもの欲しいよね。うん、あ、じゃあ甘いとしょっぱいのさ、サンドイッチしてたって。じゃあこっちは決めて。缶詰。じゃあ缶詰からいきましょう。缶詰なんて普段食べることないよね。いやいやいや、めっちゃ缶詰って。え、何缶詰って。え、食べないかも。でランキングみんなで決めてくっぽいよ。え、缶詰ってさ、ツナとかしか食べなくない？え、なんか柿とか。あ、柿とか。柿、ほんとだ。え、柿食べたかった。ご紹介していきましょう。はい、柿でございます。めっちゃ美味しい。こんなんなっとるの？缶詰で高いんだよこれ。高そう。これが厚切りベーコンのハニーマスタード。ハニーマスタード。すごい。もうこれお食事だ。これカニ味噌。全部味噌食べるのかな。缶詰ってさ、そんなすごい美味しいっていうイメージはないんだよね。違うよ、人気なんだよ最近缶詰。そうなの。食べたいやつから。缶詰業界が潤ってるんだよ。そうなの。どれから行く？どれから行く？え、カニ。カニ。カニから行く。え、じゃあ行こう行こう。カニ。アロエちゃん開けられる？できない。なんかさ、なんか分かる人いないの？ どれが一番こう、こんちゃん詳しそう。え、でも、なんだろうね。行こう、カニから行こう。なんかお肉最後な気がしない？お肉系。じゃあそれで。え、私のヒーリングで。うわうわう。え、カニ味噌食べる。あのね、みんなすごい美味しい匂いがするよ。あのね、カニ味噌って何？カニ味噌人生で1回ぐらいしか食べたことないかも。そうやろ？本当。なんか味噌がない足とかね。これちゃんと綺麗に割れるかな。食べます。下手くそ。じゃあみんなでこれ食べる。まずは
カニ味噌です。はい、どうぞどうぞ。本当に？じゃあこっちでちょっとカキ食べてるわ。ねえ待ってよ。全部に食べるって言ったじゃん。じゃあ私がや取りづらい。やりたいもぐもぐ企画は、もう黙ってひたすらもぐもぐ食べてる企画やで。もうちょクレポとかいらんねん。あ、身が入ってるちゃんと。あ、ムイ味噌が入っとる。カニに絡めてあんだ。何？なんか苦手そう。こういう味なんだ、神味噌って。ね、お箸の持ち方だ、ダメだった？え、ダメなの？無理？何なんですよ。なんか神味噌じゃなかったっけ、神味噌。ね、今さ、噛まないでも無理やり飲んだでしょ、今ゴクって聞こえた。神じゃないやん。神味噌好きなの、リカさんだっけ。なんか好きだった。大好き、大好き。味は？美味しい。本当？嘘本当は？ちょっとクレがね、うん、あるね。なんかこれ本当のこと言ってもいい番組ですか？お、いいって。え、カニ味噌ってこういう味なんだ。ね、水飲み。え、すごいね。あげられてます。茶色い。なんか飲んでいい？いいよ。うまっ。うまいんだ。本物の味？なんかさ、海感じない？まあそうだよね。まあそうだね。魚のものだもん。磯の香りだ。磯のものか。魚のものでこっちも開けてく。これさ、みんな的には何がいい感じだと思うのかな。人気なの。ありがとうございます。チーン。美味しい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 よね。美味しい。なんかあめちゃん開けられる。ちょっと癖強いけど。うん、癖強い。今日大好きやねんけど。絶対美味しいんじゃない。キモ、キモ。で、次カキ。キモって、キモね。そうそうそう、キモの味。キモって、キモ。で、カキにお肉いく。うん、カキいっちゃおう。カキ開けて。開けらんない。開いちゃったからこっちね。うん。厚切りベーコンのハニーマスタード味。これこのままさ、パンに挟んでさ。早い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 。え、厚切りベーコン、厚切りベーコンの早口ハニーマスタード味です。はいはい、めっちゃ美味しい。すごい。いただきます。綺麗な四角。パン、パン欲しいです。パンに挟みたい。どう？は小麦粉。どう？どう？美味しい。あ、やわらかい。え、待ってよ、これ。おいしい。だって美味しそうだもん、普通に。うん。ハニーマスタード大好き。なんか、うん、美味しい。普通に美味しい。なんか、イタリア屋さんのアラカルトって感じ。イタリア屋さん。イタリア屋さん食べます。イタリア屋さん。マスタード感ない。うん。え、柔らかな、柔らかくてびっくりした。ね。あ、美味しい。ね。普通に美味しい。普通に美味しいね。はい。次、うん、カキ。カキのやめた。何味これ？カキ。カキ。カキ味だよ。え、カキずっと食べたかった。桜のチップでスモークしました。桜味ってこと？違う。え？え？スモークだよ、スモーク。燻製。いただきます。桜でやるの？桜チップっていうのね、燻製にするんだよ。全部？ん？燻製自体がそういうものだよ。そうなん？うん。と？すごい顔してるよ、アロエ。カキダメな人？ちょっと返してよ、カキ。貴重なカキ返して。もったいない。でも待って、あるある。ある。本当？食べていいよ、肉。え、カキ食べたいって言ってたの、ちょっと。あ、あんまベーコンに。うん、好き嫌い多いんだけど。うーん、煙の味。え、スモークでしょ。煙言うな。うん。こっち二人がさ、うん。うん。あれ？みんなうんしか言わんやん。いただきます。なんか燻製が強すぎて。ね、めっちゃ煙の味でしょ？うん。なんか、うん、アダルトな味だね。大人の味言えばいいや、うん、なんか口の中ちょっとベーコンもう一回食べたい。美味しいの、ベーコンでは、うん、一番美味しいのカニ味噌が一番好き。え、ねえ、ランキングつけよう。じゃあ、え、これって自分たちのじゃなくて、いや、本当の売れ筋ランキング。売れ筋ランキング。自分たちでもいいの？え、でも売れ筋当てたくない？え、これじゃない？売れ筋は缶詰の方が高そうじゃん。缶詰って缶詰ってる。あ、こういうメーカーがね。カキ？でもお手軽なのはこれかもね。でもさ、うん、これ買ってみたいとかなんか思うんじゃん。でもなんかカキちょっとしか入ってない。
え、自分だとしたらさ、何買いたい？もう食べた後で、それとも食べてないで。でもさ、ランキングってことは食べてないでだよね。うん、じゃあランキング分かったの？結果分かりますよね。ほら、やめてけ、カキが1位だと思う、うん、そうなの？ランキングでしょ。カキ、カニ、ベーコン。カキってそんな人気なんだ。なんかさ、うん、でもさ、これに入ってるこのさ、うん、箱に入ってる方が高そうじゃない？なんかそう、しかもなんかブランディングみたいな。カキ、ベーコン、ブランディングじゃあカキ、ベーコン、カニ味噌。うん、そんな気がする。オッケー、そんな気がしてきた。はい、じゃじゃん、正解は、うわー、安定的ランキング、安定的ランキング、カニ味噌、カニ味噌、ベーコン、カキベーコン、カニ味噌、カキ、ベーコン、カニ味噌、カキ、ベーコン、カニ味噌、カキだね、うん、でした実際のランキングと一緒だ。次行こう、次行こう、どんどん食べよう。ちょっと後でまたしょっぱいの食べたくなるかも。アイス、もうアイス行くの？え、食べたくない。だって溶けるまで最後まで食べなあかんよ。うん、溶ける前に食べなきゃ。アイスもう一個行ったとこにする？分かった。じゃあお菓子。分かった。お菓子。なんか夏にさ、うん、食べなかった。ラーメンとかさ、うん、食べなかった。したりしてた。あ、ラーメン？カップ麺みんなで。ああ、お菓子大好き。もう分かった。いや、これは絶対分かるよ。いやでもどうやろうか。え？じゃん。じゃがりこさん。アルフォートさん。ホッキーさんでーす。いや、なんも分かった。分かったもん。まあ、とりあえず食べようよ。食べよう。じゃあ、終わったね。チーズ味派なんだよ。え、これはさ、もうさ、順番に食べなくても好きなもの食べようよ、うん、チーズ味派なんだよ。やったー。何も分かっけ。じゃがりこは全部。これダメだ、アルフォート。みんな何が一番好き？この3つだと。じゃがりこちゃん？じゃがりこでしょ。でもアルフォートも根強いよ。そんなヤモはポッキーが好き。なんかアルフォートってさ、ちょっと高級な気がしないの？あ、チョコ食べれない。え、チョコ食べれないの？嘘や、あんまり。一番昔からあるのどれなんだ？アルフォート食べとるの見たことあるの？食べれないんじゃないの、それ今の気分じゃないの？なんだそれ、あんま好きじゃない。いつも気分で嫌いっていう。アルエとは付き合えへんわアルエちゃん、上のここ食べる。やだいいもん、ね、ポッキーはね、多分ポッキー、これポッキー、うん、うん、ポッキーか、いちごポッキーなら好き。ポッキーゲーム好きよ。食べないよ、アロエ。食べる食べる食べる。極細の方が好き。わかるね。あ、あれが好き、大人のミルク、黒い箱のやつ、ちょっとさ、パイ生地になってる。パイ生地になってるの？え、知らないの？黒いやつだよ。あ、まだあげる。ここが黒い。え、知らないみんな。絶対ポッキーって言ったらポッキーゲーム期待しよう。しんひんけどなあ、求めてるよ絶対しんひんは。やだやだねでもアンジュレってそういうのしないかもね、ポッキーゲームとか。なんかさ、かわいい。 あ、それ喜ぶやつやアンジュレさんとかで、ツイッターでやるの見てると引くタイプごめんなさい、引かれた、やったのに。あ、ごめん、ちょっと引くわ。ね、もう決まった、ランキング決まったよね。自分の予想、でもまだ食べてない。みんなで予想しよう。うん、1位だと思うやつ言ってみる。じゃがりこ。じゃがりこでしょ、どう考えても、うん、絶対じゃがりこ。2位がポッキーで、3位がアルフォート。アルフォート2位っしょ。え、だってここ正直迷うよ、ポッキーとアルフォート。なんで買うの絶対こっちなの？こっちだ、こっちだったら。ポッキーでもなんかさ、ポッキーの日にめっちゃ売れる。いや、ポッキーの日にめっちゃ売れるじゃん。でも、難しいね、ポッキーとアルフォート。みんなはどっち？どっち？フィフティフィフティだよ。どっち？みんなの多い方にするよ。ポッキーとアルフォート、どっちが好きですか？ねえねえ、なんかさ、ちっちゃい頃さ、じゃがりこさ口のさ、縦に入るかやんなかったどうやんの？やって、やって。いや、めっちゃマサイクになるからできないけど入るの？ピラチッピラしやなやばいやばい。でも口めっちゃ開く人できると思う。ああ、できるじゃん、口めっちゃ開くじゃん、うん、あれやる、よく食べてるもの絶対無理じゃない、口の中、
がある。これ言ってもいいじゃん、ほんなの。言っちゃったね。いつもね、口の中に食べ物入れてぐちゃぐちゃにして汚い状態でみんなで見せる。そう、わざとね、いろんな種類見せてくれるの。今日これ、あーみたいな。ね、一番何が汚かったっけ、最近さ、めっちゃ汚かったっけ。卵ボールで汚いっけ。卵ボールだっけ、めっちゃ汚かったよね、ほんとに。で、リンゴが喜んでくれるの。喜んでない、喜んでない。でも私も最初ね、え、何見せてるの、汚いと思ったけど、違うの、最近見せられてるの、ああみたいな慣れちゃったの。誰も、あまりに口の中見せられすぎてさ。そうじゃ、え、分かった。から、え、どっち、みんなアルフォートって言ってるよ。ほら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 、分かった。じゃあ、じゃがりこ、アルフォート、ポッキーよいしょ。そうしよう、みんなを信じる。ごめん、これで負けたら。正解は、お、え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 、3位じゃがりこ、2位アルフォート、1位ポッキー、全部逆だ。俺らのじゃがりこが、嘘やん。でもアルフォート合ってるよ。あれ、うん、合ってる。あ、合ってる。あ、でもポッキーの方が上ってことか、うん、ポッキーが1位だって。やっぱこの人が一番さ、前からあるんじゃない。あ、そうかもね、うん、やっぱ強いよ。なんかさ、あれじゃない、若者層はこれだけど、おじいちゃんおばあちゃんはこれが好きとか、うん、そう。すごい適当なこと言う。じゃがりこだよ。次やろ、次。次も、次行くの、もう次行く。だってどんどん行かないと時間がかかっちゃう。はい、次は、次はアイス、アイス食べる、アイス行く、アイス。ねえ、今日アイス食べたかったの。あのね、さっきゴンちゃんとご飯食べててね、じゃあなんとね、アイス食べたかったけど我慢したの。もう3つも食べた。でもあと4つも行こうか。我慢したよね。サイレントゴンちゃんになっちゃう。美味しかったよね。その次って思うよね。でもチーズ、どうぞ、チーズ残っちゃったね。ちょっとチーズ片付けたい。なんかあのチキンとか食べたい。チキンとか食べたい。なんかさ、固形チーズ。パスタ食べたい。あ、アイス。あ、うん、え、難しいこれ。なあ、確かに難しい。なんかさ、じゃがりこ食べた。シャリッとシャキッと爽やか、ソウさん大好き、男子が大好き、チョコバナナジャンボ。そうなんだ。なんかお父さんよく食べてた。食べてる、ね、食べてるよね。風呂上がりに絶対チョコバナナジャンボ食べる。アイスのみ、これは女子が好きだと思う。好き、それ。え、これ絶対女子で、これ絶対、これリカマルさんじゃない。リカちゃんよく食べてるね、アイスのみ。で、これが王道のバニラじゃん。え、これだって絶対美味しい、これ大好き。え、ちなみにさ、うちらの中だとさ、何がみんな食べたいと思う？フォークしかない。ん？アンジュリ的にはどれが？え、絶対これ人気だよね。アイスのみ。みんなこれだってやっぱり。でも女の子食べるわ。アイスのみ食べるわ。えい。あ。ティッシュください。何を食べてる？これとか。アイスとか全部さ、超溶けて。なんかちょっと溶けたやつめっちゃ嫌いなの。これなんとかだろ。見せかしなさい。ありがとう。ほら、みんなチョコバナカジャンボって言ってるよ、メンズが。食べる。みんなチョコバナカジャンボって言ってるよ。何がや？嘘？うん。え？うん。多分男性の方が今いっぱい見てると思うんだけど。コンビニやったらやっぱこれなんじゃ。ジュース。うん。ね、美味しいこれ。あ！割るやつ。割れちゃった。割っちゃえば。溶けてるから。ねね。割っちゃったもん。でもそれね、なんかトケトケで食べれない。あー、食べる。溶けて生クリーム食べるもん。これ美味しい。トケトケでござる。全部トケトケでござるよ。これ食べる？めっちゃ手でも手。溶けちゃった。これジュースだね。やばいやばい、ジュース。いや、もう大好きそう。飲めるよ。じゃあもう決める？決めちゃう、うん、でもこれ難しいね。なんかさ、うん、だって男女別だと分かりやすいけどさ、こう、じゃあもうアンジュレ的な感じで選ぼう。そうだね。したらもう完全にこれじゃない？アイスの実、うん、アイスの実、アイスの実。ミーはあんまりもなか食べないかも、うん、そうか。でもさっきさ、ポッキーが1位やったよ。めっちゃ王道な。じゃあこれ、でもやっぱそうだよね、有名な方がさ。これこれこれ、じゃがりこ。一番有名なのはチョコモナカジャンボじゃない？そうなんだ。なんか誰でも知ってそうじゃない？ね、これいろんな味あるよね、毎回。ある、メロンとか、うん、ね、期間限定もあるんだよ、うん、どうしよっか。え、どうしよう。でもみんなチョコモナカジャンボって言うね。じゃあ、うん、これ、うん、チョコモナカ、チョコモナカ、アイスの実、そう。
イスなのドベソ。ドベソ。じゃあソが2ソ。ドベソって何？ドベ。ドベ。何ドベって？いいの。じゃあ答えは。全然ちゃうよ。え？そう。3位チョコモナカ、2位アイスの実、1位ソウ。さっきからさ1位が3位やねなってる。そうなんだ。ソウってそんな人気？そうだ。そうなんだ。そうなんだ。そうそうって言ってる。そう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 。そうかな。そうだよ。じゃあないんだよ。アイス食べれへんかったとか言ってた。そうなんだ。そんな感じでした。そうなんだ。次。次行きましょう。そろそろなんか乳製品行こう。チーズいく？チーズ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 あんま食べれんかも。チーズそうチーズ大好き。チーズ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 はいチーズきた。お、でげででん、かけるチーズじゃないの。ベビーチーズ、あーモッツァレラ。あ、モッツァレラ好き。アーモンド味だって。何これ。アーモンド、これが普通のってことかな。ベビーチーズ、モッツァレラしか。いや、え、誰かアーモンド食べてみてよ。食べるよ。じゃあ絶対モッツァレラが美味しいやん。え、この普通のベビーチーズ食べる。でもさ、モッツァレラって伸びるイメージだけどさ、これやったら絶対伸びんやんか。そしたら何にか違う。これはモッツァレラじゃないの。モッツァレラ配合なんか。だったらさ、分かんなくなる。色が違う。目つぶって食べたら絶対どっちか分かんないじゃん。やってみる。目つぶって食べてみる。うん、食べちゃった。じゃあ目つぶって。じゃあちょっとゴンちゃんも目つぶって。ん、何味？何味？味変わった？同じ。同じだ。それ普通のやつ。普通。同じ。どっち食べるの？同じ。てるわ。うん、目つぶって。ゆっくり。両方いく？両方いって、どっちがどっちか当たる。同じや。ね、分からんやろ絶対。あの、え、アーモンドはさすがに違うんじゃない？で、この2つがちょっと比べたい。あとがモッツァレラ。お、すごい正解。え、違う？あ、最初の味がきつすぎて。きついの？いや、このチーズ大好きで結構買うんだけど。そう、うん、あ、たまにチーズ食べてるよね。かけるチーズ、かチーズ大好き、ね、アーモンド味チーズの。カマンベールが一番好き。アーモンド入ってるじゃん。え、アーモンドの匂いした、うん、だってアーモンド入ってるよ。なんで入れたの？あ、これはわさび味みたいなのあるよね。わさび味が一番好き。分かった、解説するわ。はい、モッツァレラの方がマイルド、うん、で、この普通の方がなんか、なんていう、塩分がちょっときつい、なんか、うん、癖が強い。モッツァレラも美味しいです。なんかおやつに合いそう。なんかアーモンドでした。え、美味しそうじゃん。なんか入ってるね。アーモンド入ってるの、すごい贅沢。アーモンド、あんまりこういう固形チーズ、なんかさ、ブルーベリーとかない？あゆ、デザートチーズみたいな。これ大好き。チーズで毎晩お酒飲んでるんだって。え、アーモンド超美味しいよ。アーモンドうまい。ないよねって言ってる。僕も食べさせて。美味しい。食べかけ。香ばしくて、ね、食べやすくない？こっちの方が。美味しい。待って、でもさ、有名なの？アーモンド。アーモンド。アーモンド。アーモンドはね、なんか初めての感覚だよ。みんな的にさ、あ、このアーモンドのチーズって有名なの？知ってた？いろんな種類あるよこれ。他何味があるの？あ、バジルとかない？ある。わさびが美味しいんだって。え、そうだね。わさびあった気がする。あ、順位あるの？うん。え、アーモンド3位でしょ。うん。まあね。これ王道が1位なんじゃない？まあそんな気がする。で、王道ベビーチーズ、うん、モッツァレラ、アーモンドです。勝者、ファイナルアンサー。正解は？あ、やっぱそう。え、逆なんだ。3位モッツァレラ、2位アーモンド、1位ノーマル。モッツァレラが最近じゃん、やっぱ。なんか、そうなんだ。やっぱこれさ、最近はダメなんだね。最近の人なのね、モッツァレラは。やっぱ分析がさ、おじいちゃんとおばあちゃんなんじゃない？モッツァレラチーズゲームあるよね。ちょっとちゃんとね、おじいちゃんおばあちゃんの。あれ、モッツァレラチーズゲームだっけ？なんかモッツァレラ、モッツァレラ、モッツァレラ。あ、テンション下がってくるやつでしょ。モッツァレラって言ってくれた。お寿司とか食べたい。お寿司？じゃあ次は、お寿司とか。豆腐？
豆腐とお寿司。え、豆腐と水どっちがいい？あ、炭酸水がいいね。今水飲もうか。爽やかになるから。炭酸水。もぐもぐちゃうやん。ごくごく。炭酸水ってなんか今さ人気じゃない？人気。え、なんかよく出てきてるし。なんかマネージャーさん飲んでるよね。いつも飲んでるよね。え、でもさ、アーとかも飲んでない？飲んでる。アーとリンゴとリカマルさんのイメージ。でけでで。あ、これがマネージャーさんが前ハマってたって。ミルキーさんのレモン。これがマネージャーさんが今ハマってる。え、そうなんだ。ストロングザ炭酸。え、これってさ甘さないの？レモン味だから、レモン味。南アルプススパークリング。ない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 。ないんだ。これレモンかぶりしてるよ。え、どれがいいんだろう。少々飲めるかな。え、なんか飲んでみる。どれから飲む、うん、これから行こうじゃ。はい。それ王道？これは南アルプスのスパークリングレモン。え、もんちゃんもあんま炭酸飲まないよ。イメージない。炭酸水はたまらないんだけど。なんかさ、あんま飲まないかも。レモンの匂いするけど甘くないんだけど。甘くない。飲みたいって思ったことない。うん、なんかね、うん、炭酸強いから一口ずつしか飲めない。炭酸大好きよ。ほんとごくごくって二口以上飲めない。うん、これ、うん、はい。え、何今の炭酸今日違うの。それ炭酸強いやつかなって思った。これ強炭酸だから。次。うん、これがウィルキンソンマネージャーさん。北さんの好きなやつだ。北さんのやつ。でも北さん赤だよ、いつも。あ、匂いがこっちの方が本物っぽい。でもなんかさ、ペットボトル可愛くない？なんかデザイン入ってる、可愛い。本当だ。なんかさ、え、無理だよ、耳から出ちゃう。ダメ。耳から？耳から。鼻じゃない。鼻だよね。やっぱ変だよ。難しい。味全然違うね。違うよね。こっちの方が、ね、苦い。苦い。なんか本物っぽいね。味が残ってるうちに飲みたい。はい、本物。最後強炭酸って。これはね、最近出たやつだからね、多分ね、まだね、そんなに知る。ね、全然違くない？なんか苦い。こっちの方が炭酸が好きすぎてちょっときついわ。これやばいじゃん、強炭酸って。だってもうさ、うん、もうでもこれこの間買ったよ。あ、まだやる気が違う。だってさっきからやばーって。お酒みたい。なんかこうえってなる。え、なんか苦いよね、ちょっと。あれ、これ味しないと思う。お酒飲むの？なんか飲んだことあるよ。見た目はすごいイエーイってなってんのに、意外となんか全然ビリビリしない。見かけ倒しだ、これやっぱ。あ、ほんとだね。ほんとだ。これは強いぜって言ってるけど、全然飲んでみるとそんな炭酸プチプチしない。あ、でもなんか細かい。うん、炭酸が細かい。ゴリちゃんは全部飲んだ？うん。え、やってよ。どれにする？絶対ウィルキンソン。ウィルキンソン、うんうんうん、そうなんだ。ウィルキンソン、これなんて名前なの？強炭酸さん。うん、違うよね。カナダドライ。ストロングダ炭酸。カナダドライ。カナダドライ。え、聞いたことなくない？でも最近じゃない？でも出たの。え、でもこっちも最近の気がしない？あ、そっか。え、こっちどっちだろうね。これ絶対1位じゃん。うん。え、どっちも最近？これ最近だよ、絶対。これ、ついこの間、自動販売機なの見た。え、どう思う？え、待って、お店はこれ何？カナダドライ。え、カナダドライっていうメーカーなの？ジンジャーエールのとこじゃない？へぇ。じゃあこっちだと思う。こっち？レモンの方が美味しそう。有名だ。じゃあ、ウィルキンソン、サントリー、カナダドライ。はぁ、正解は、あ、お、あ、やった！正解だよ！あ、当たったー！分析当たってるじゃん。よっしゃ。すごい。ということで、終了。まだ残ってる。豆腐楽屋でやるか。楽屋でやるか。楽屋でやりましょう。ということで、お時間が来てしまったので、以上、天使の甘やかし企画でした。ということで、エンディングの時間です。ここでアンジェルからのお知らせです。はい、先ほども言いましたが、明日6月29日、深夜1時9分から日本テレビバツリズム2スタジオライブにアンジェルが登場します。イエーイ。はい、ぜひぜひハッシュタグバズリズム、ハッシュタグアンジェルでつぶやいてください。お願いします、はい、お願いします。からの、同じく明日、19時からアンジェルの単独公演、秋葉カルチャーズ劇場にて行われます。はい、久しぶりの単独です。曲数たっぷりで、はい、久々のあのハロウィーンショーの機能で皆さん来てください。はい、来てください。お願いします。お願いします。そして、あ、
これゴンちゃんが描いてくれました。はい、私最後みずきのバースデーウサギ。え、かわいい。ありがとう。7月15。7月5? 棒が1本足りないよ棒が1本足りない7月15日こちゃこちゃ急いで急いで急いで帰ってきてなってた線で7月15日18時から渋谷旅行に行ってみて私の生誕ライブがありますもういろいろともう始めているので、ね、ぜひ、うん、皆さん楽しみにしておいてくださいよろしくお願いします、はい、お願いします。では最後にランキングを確認していきたいと思います、うん、更新してあるかなどうかなてれてれあ、されましたねこれですかあ、はい、3位イノッチーありがとう、はい、2位キャンピキャンピありがとうそして1位ヒロケイありがとうございま す今紹介しましたランキング上位3名にはチェキを今度じゃないこれから撮ったチェキをプレゼントします、はい、ショールームにログインした状態でトップページ一番下にあるお問い合わせにメールをください、うん、番組スタッフより連絡が届きます。メールは30日以内にお送りください。30日を過ぎてしまうと当選が無効となります。ご注意ください。メールにはあなたの ID を忘れずにお書きください。そしてチェキが手元に届くまでニックネームを変えないようによろしくお願いします。お願いします。それでは、はい、早いもので、うん、本日もお別れの時間です、うん、ね食べてたら終わっちゃった終わっちゃったねはい、次回のエンジンルームを見逃さないために右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録の方よろしくお願いします。お願いします。いや楽しかったね今日ね、まだ食べたい、何はいいね。やる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 、ちょっと時間かかる。あ、じゃあフルーツみたいな時間がある。食べる食べる食べる食べよう。早くこれエンディングで巻いたね。やったどんなやねやろやろ頑張ろう絶対当てたる。当てよう。もう片足しながらね。あー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 さくらんぼ大好きだけどさくらんぼアレルギー。やったね、これね欲しかったの。食べよう。いただきます。さくらんぼ食べたい。食べていくな。大好きなのさくらんぼ。めっちゃ美味しい。食べていくの。持って帰りたいね。大好き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 。あっくん。おいしい。さくらんぼ持ってる絵って絶対可愛いよね。食べちゃった。さくらんぼだよ。次パイナポ。あ、パイナポ食べれない。ね、あの絵食べないよね。喉が痒くなって。はい。うん、ブルブル。スイカだ。あ、スイカ大好き。いっぱい売れるんじゃないの？スイカ大好き。食べる？うん、スイカっぽい色。あ、あるじゃん、取るやつ。おいしい。うまい。でもこれさ、さくらんぼって高いからあんまり自分で買わなくない？買わない。ね、高級だから買えない。うまっ。おいしい。え、スイカがパインだ。でもさ、メジャーなのはパインだけどさ、人気なのはスイカって感じする。絶対パイナップルだと思う。ほんと？うん。他の人は？わぁ！アロエは？わぁ！わぁしか言わんやん。だってスイカはね、季節物だもん。そっか。うん。あ、スイカ大好き。うんうん。どっちだろうね、このチェリーと。両方季節物じゃない？確かに。パインじゃないし。高いのは安いやと思う。桜も高いよ。スイカじゃない？じゃあね、スイカにする。家にいつもスイカある、うん、え？すごっ。親がスイカ食べるとよ。あんも大好き。じゃあ、え、パイン、うん、スイカ、チェリーです。正解は、桜も1位、2位パイナップル、3位スイカ。なんで？教えて。みんな高級でも買うってことだ。大人はさ、余裕があるんだよ。やっぱ人気なんだね、さくらんぼ。さくらんぼって一年中あるんですか？ない、この時期ですよね。だって今さくらんぼ狩り行きたいんだけど、さくらんぼ狩りめっちゃ高いんだ。高いんだ、うん、行けない。そうなんだ。やっぱ私たちあんまり世の中のこと知らないね。でも今日あんまり正解できなかったね。意外と難しいんだ、これ。難しいね。うん、完成した。完成した。あとでさくらんぼを持ってる可愛い画像をあげるので許してください。はい。ということでもう終わりですね。はい、うん、次回は来月かな。あ、もうあるのでぜひ見てください。そしてこの後はみんなでサッカーを応援しましょ う絶対勝てそう。急いで帰ろうね。ダッシュで帰ります。ダッシュで帰ります。それでは以上、私たちアンジュレイブでした。